はい、それではですね、次はなんですけど、これ皆さん見たことのない自販機かなと思うんですけど、これですね、当たりくじありのアイスの自販機なんですけど、これ皆さん見たことないですよね。これはね、ちょっと来たらぜひやってみるべきかなと思うんですけど、果たして当たるかな、買ったらもしかして当たり出たりとか、ちょっと分かりませんけど、はい、ちょっとこちら試してみたいと思います。じゃあ俺、せっかくだからこの雪見大福買おうかな。本当はこっちが良かったなと思うんですけど、たまには令和初の雪見大福食べてみるか。じゃあどうしようかな。雪見大福売り切れちゃってないんかな、どうしよう。何番にしようかな。じゃあ2番にするか。この2番をちょっと押してみよう。お、さあどうなるかな。残念ながら当たらなかったっすね。いやー、運が悪いな。まあこういうこともまああるんですけどね。じゃあ早速取り出して、はい、ジャンボもなんか買ったんですけど、はい、このアイスの自販機なんですけど、これもしも当たりが出たとしたら、もしかしたら無料でもう一個追加で、ただでもう一個追加になるかもしれないんですけど、はい、早速、せっかくなんでこれもですね食べていこう。いやー、もう今日は誕生日なんだからさ、楽しみてえよな、マジでな。はい、それではジャンボモナカ食べていきましょう。アイスのレポートって初めてだなこれ。はい、ジャンボモナカ食べていきます。せっかくなんで食べます。中のチョコがパリッパリで、この見てください、こうバニラの間にチョコ板が入ってて、このしっとりとしたモナカとこのパリッとしたこのチョコとかのこの独特な食感がたまんないですね。まあ7月ですから、アイスの季節、そう、アイスの季節だと思い込んでる人いるかなとは思うんですけど、実はまだ関東梅雨明けてないんですけど、来週あたりには梅雨明けるんですけど、どうでしょう。このしっとりとしたこのモナカと、皮であるモナカとアイスとこのチョコの食感、本当にこれ美味しくてたまんないですよ。板チョコパリッパリしててうまい、たまんねえな。皆さんも夏の時期はですね、この鉄拳太郎のくじありのアイスの自販機、これ皆さんぜひやってみてはいかがかなと思います。さあ残りもうちょっとなんですけど、さあもうちょっとなんで食べていきます。
いやーこのジャンボ、このチョコジャンボもなんかは本当にこれチョコがパリッパリで、本当にこれ何とも言えない最高なアイスですね。最後の一口なんで食べていきましょう。はい、それではジャンボモナカはですね、もうアイスクリーミーなバニラと、こうそのバニラの中に入って挟んでいるこの板チョコですかね、パリッとしてて、もう本当にこうまろやかな甘みがですね、本当たまんないですね。このジャンボモナカなんですけど、これ皆さんもね、これ皆さんもこれぜひね、鉄拳太郎のこの当たりくじありのアイス自販機、ここで買って食べてみてはいかがかなと思います。それではアイスの食レポですね、終わりたいと思います。それでは再生回数どこまでいくか気になるところです。ぜひ鉄拳太郎に訪れてみてはいかがでしょうか。それでは次やろう。